平日台北市大道区はみがい61号の大流道保安宮で見かけるのは、ほとんどが個性大抵の敬虔な信徒や保安宮を訪ねてきた観光客です。毎年旧暦の3月1日には盛大に個性文化祭が行われます。これは伝統芸術と現代文化が融合した民族的なイベントで、200年以上保安宮が培ってきたかけがえないものです。文献によると本名を後藤という個性大帝は、北宋の福建泉州府道安県の人で、若い頃は本が好きで様々な歴史書を読み、後に医学の道で研鑽を積み、薬草を通じ医術で人々を救いました。個性大帝は慶有3年1036年5月、心身を鍛え悟りを開き、日中昇天しました。享年58歳でした。皇宫名字的由来啊，是因为福建闽南的先民从家乡将守护神保生大帝请到这边来，取名保安宫，就是保佑同安人的意思。旧暦3月13日は保生大帝の生誕を祝う祭りが行われます。炎王の霊により盛大に祈りが捧げられ、神の加護を願い、福を賜り安全を保てるよう願います。多くの珍味が並び非常に盛大で、お供えや飾りも凝ったもので、満館全席のように芸術的で、保生大帝の心が表現されています。旧暦3月15日は保生大帝の誕生日です。太鼓が3度鳴り響く中、儒家思想と道教の霊性に基づく三賢霊の祭典が行われます。献上の舞が回れ、保安宮国楽団と雲中合唱団の合唱の中、保生大帝への尊敬と敬愛が最高潮に達します。民国三四年国共内战，国民党失利，在民国三九年他撤退的军眷占领了整个保安宫，整个香火就非常的灰退。那当时我们的前主委林拱辰先生到处奔走，向政府也申请了一笔经费，让撤退的军眷可以顺利的迁出，然后我们才开始重整之后恢复了过去一些祭祀的活动。保安宫的保生文化纪元举办到现在差不多将近20年。保生文化祭では台湾各地からの民族的なパフォーマンスが行われます。台湾独特の祭りのパフォーマンスは、保安宮が保存努力を行ったことで、昔の人が残した貴重な民族文化を見ていただくことができます。毎年さまざまな外国の団体を招き、共に芸を競い祭りを祝います。180年余りの歴史がある家別の演劇には台湾ならではの特色があります。また保安宮は戯曲の伝道との精神を守り、参加を希望する劇団は選別が行われます。伝統戯曲を愛する人々が楽しく鑑賞できる空間を提供し、人々の力を合わせることで伝統芸能を後世に伝えようと力を注いでいます。我们保生文化祭转型之后，除了传统的活动之外，我们也加入了现代的这个新的元素，包括以及导览儿童的写生比赛，那讲座这个表演等等，让庙会活动融入现代化。夜が更けるとますます賑やかになる保生文化祭。台湾ではここだけに残る爆竹で獅子を燃やす儀式は、夜空を焦がし、昔は厄除けや病気を防ぐ意味がありました。およそ20年前に保安宮では古い書物に基づき、長年行われていなかったこの儀式を復活させました。この派手な民族的な祭りの目的は、人々に伝統文化の真髄を訴え、時代が変わったからといって礼儀を欠くことがないよう、より多くの文化交流を行うことで、保生大帝の信仰が意味することを伝えようとするものです。我们保安宫近几年来，除了跟东南亚日本的新兴宗教交流之外，罗马梵蒂冈的教廷他也发现到我们保安宫所做的一些这个社会公益等等都是跨越宗教的藩篱，所以最近他们来跟我们多次来讨论怎么样做宗教对谈，透过不同的宗教可以来宣导世界和平。
保生文化は民族的な活動だけではなく、保安具を出発点として多元的な人文信仰、芸術鑑賞、建築価値などを展開しています。また保安具は自ら大規模な修復を行っていることが評価され、2003年にはユネスコのアジア文化遺産保存賞受賞の栄誉に輝きました。台湾の文化が世界に認められたということは、華人の宗教世界でも初めてのことです。宗教は人道的で、建築は美を語り、文化は伝えることができます。保生文化が伝えたい理念とは、皆さんの生活を200年以上の歴史がある持病を通して、より豊かに美しくしたいということなのです。